印象としてはあれですね、多分僕風間と栗田さんはそこまででもないけど、うん、多分アンナは洋服の感じとかヘアスタイルとか、うん、ビジュアル的にも結構ドラマの時と、うん、20歳になった設定でもあったので、なんかちょっと大きな一つ節目ということで、髪が伸びててもいいっていう風になり、うん、そうかそうか、そうドラマの時ボブだったので、そうだそうだ、衣装もなんかめっちゃ来ました、いろんなやつを、衣装合わせ秒で終わったんですよね。え、僕の衣装合わせですか、うん、僕じゃあ秒で終わります。秒で終わったっていうの、僕最近もうポーズ数少ないんで、この間までやったドラマもワンポーズでしたし、今回のネミスもおそらくワンポーズですか、ね、ですね、私ポーズ数少ないんで、はい、秒なんて言ったら俺もう秒もそこもコンマで着なくてもよかったよ、ジャージだよ、ジャージだよ、アンナだからそのちょっとした変化と、アンナの中での変化を試されたんだったんだね、そうです、そうです、いろんなの試しました、うん。